俺的バタフライレアラケット努力。限定品だからというだけではなく、常磐ヒノキの5枚ご飯アウター LC はこの1本のみ。他のヒノキアウター LC と明確に差別化されているためです。なぜなのか。ティモボールスピリット9銀。ラケットのグリップエンドに付けられているバタフライのロゴプレートが黒から金に変わり、その後ティモボールスピリットが廃盤になるわずかな期間でしか流通しなかったため、プレートが黒、いわゆる黒鳥のティモスピア数が多く、新ロゴの銀のティモスピア、海外バタフライ経由で入手可能な現行品などもこちらをピックアップ。ホーリークラウン。ULC カーボンとストレートインクライングリップというバタフライが残さなかった技術が盛り込まれたラケット。ULC 搭載モデルは6種類。ストレートインクラインのバリエーションがあるラケットは7種類しかないというレアスペックの個体。福原アイプロ。スキャンダルによる廃盤危機というのは置いといて、インナーエールファイバーのラケットはわずか4種類。現行品の攻撃用2本の間にも厚さに違いがあり、唯一性が高く、インナー ALF の中では最も弾む個体であるため、石川聖也選手も一時期使用されてました。今回以上です。ご視聴ありがとうございました。